再武装するのは何か。MRA について、宮本由里子。世界平和大会へ日本の代表は行くことができなかった。世界ローレンの会議にも出席させられなかった。ペンクラブの大会へ日本の作家が招かれたが、これも行く人がなかった。代表一人につき100万円、1ドル360円の割の旅費は、 作家の懐からは払いきれなかった。ところがこの間、スイスの港で開かれた、モラルリアーマメント、MRA の第2回大会へは、選挙に惨敗して暇ができたか、社会党の片山哲、菊江夫人、その他一行7人が、旅費の苦労もなさそうに飛行機で出かけていった。三井高雄氏のような、東洋屈指の大財閥の一族ならば、 妻を連れ、娘を連れ、どこへ行くのも当然だろうが、片山鉄の一行が、こうへ行ったばかりか、ドイツ、イギリス、フランス、アメリカと準優して、帰ってきた菊江夫人から、あちらでは家事が機械化されていて、便利ですというような貴重談などを聞かされると、私たちにいろいろの疑問が湧いてくる。朝日新聞が特別寄稿料として30万円 片山市に送ったとジャーナリズムで言われているが、この金額を360で割った1000ドル弱で、西ヨーロッパとアメリカが準優できようとも思えない。片山哲が首相であったとき、一般都民が高い都民税に苦しんだ頃、同志の税額が公表されたことがあった。それは東京都民として最低の額であった。 MRA のお客となることは、懐の痛まない、気分のいいことかもしれないが、その代わり、それだけの恥をも潜められている。いや、今日では、公然たる恥がある。道徳細武装運動は、かつて、オックスフォード運動と呼ばれ、ブックマン博士という人物が中心である。元来は、一つの宗教運動で、公衆の前で自分の罪を告白し、 悔い改めることを願目としたが、告白の内容は性的なものが多く、オックスフォード大学からの抗議で、オックスフォード運動という名前を使うことをやめさせられた。アメリカでもプリンストン大学では、校内での運動を禁じた。ブックマン運動と呼ばれるようになっていたこの運動が、アメリカで勢力を得てきたのは、第二次大戦中、抜け目のないブックマン博士が、この運動を、 宗教問題から社会運動に切り替えて、老子協調を主張し始めてからのことである。ブックマン博士は、1939年には失敗した。アメリカに上陸するなり彼は、私はヒットラーのような男に感謝する。とか、神の支配するファシスト独裁に賛成だ。などと話して、当時ナチスドイツのファシズムに反対だったアメリカの世論から弾き出された。 けれども今日では事情が違っている。共産主義の敵でさえあれば、それが何であろうと歓迎せずにいられなくなっている人々にとって、MRA は国際的な反民主勢力の教団となった。ルール地方の有力者、シューマン・フツ外相、国民党右翼の暗殺団、CC 団の指導者、陳立夫などの熱烈な支持を受けている。 ブックマン博士の「新世界創造の闘争考慮」というものには民主主義のためのイデオロギーとして霊感的民主主義を必要としてかつて軍隊が戦い得ず政治家が思いも及ばざるイデオロギーの高度武装をせよと宣言しているニュー・ワールド・ニュース MRA 機関紙そしてこの道徳高度武装内容をシューマン外相ははっきり経済分野には マーシャルプラン。政治軍事の分野には北大西洋条約。この上に精神生活の基礎を与えるようにと言っている。毎日6月6日。独占資本の気候が時々刻々に引き出す膨大な金貨の山に押し上げられながら、自分をファシストだと認めない国際ファシストたちは MRA のために資金を出し惜しまない。 MRA の去年の大会には200人の代表が各国から招待されたばかりでなく52万8000ドルでロンドンのウェストミンスター劇場を買った景色のいいスイスのジェネバ・コハンにあるパレスホテルは700室の大ホテルであるが MRA は25万ドルでこれを買ったロサンジェルスの本部を買うために50万ドル投げ出したしミシガン州のマキナック島には訓練場を維持している MRAA がグッドロードを制作する費用も少なくないであろう。世界にこんなに資金豊富な団体が他にあるだろうか。これだけの経費をまかないながら MRA の会員が会費を払ったという話は聞いたことがない。世界の疑惑の目が MRA に集まり始めている。去年第1回の MRA の大会にはアメリカの名士が大勢出席したが、 本年の河の大会にはアメリカの上院、下院合わせて6名の議員しか出席しなかった。ブックマン博士がナチスのヒムラーやヘスと特別な関係があったことがイギリス議会で発見されている。ウォール街の実業家たちと宴会の席上で終始一貫反ユダヤ熱を上げてプロテスタント機関士チャーチマンに警告されている。またアメリカ聖教会機関士ウィットネスは MRA の老子協調論を批評して、美しい宗教現実の陰で、MRA はなぜ世界最大の財団、デュポンの恩寵を受けねばならないのか、と求所をついている。ジェスチュアではない世界平和と民主的社会の建設のために誠実な努力を続けている世界のすべての人が、MRA の本体を見極めている今日。 片山哲氏が大財産の三井一門とこうでもてなされて、MRA の機動部隊を日本に派遣されたいと、絶望しているのは、チルチル未チるの旅にしては、人民に対する罪が深すぎる。吉田内閣は、青い鳥だの、心霊に感じた民主主義だのと、MRA を担いでうろつくまでもなく、もう怠りなく、リアーマメント、再武装は実行している。国内に 50万の顎紐をかけた警官と200万の消防、福音軍人、旧戦犯、悪質の民道がうようよしていて、高度武装たる計画的な犯罪の挑発、捏造事件で人民の民主化を抑圧するために活躍している。世界の民主主義者、良心ある人々が国際ファシズムの一つの動きとして MRA を批判していることは全く正しい。 もし真実の道徳再建であるならば、今日、世界の至るところで、日本の人民はじめ、多くの民族が、植民地政策と、霊属的な搾取から、脱しようとして、けなげに戦っている、歴史的、人類的意味が、正直に理解されるべきである。中国の人民が、泥と血の中から立ち上がって、安定ある民主社会を建設しようと、未曾有の検討を続けている、その切実な努力を妨害するな。 という世界の声の道徳的価値が理解されるはずである。1951年1月。